はいどうもこんにちは、カッパーチーブクロ管理人のカッパー園長です。さあ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 、何日かぶりですけどもね、こちらの方も早速、4月10日ですけどもね、なかなか世の中的には暗いニュースというか緊急事態というかね、あの宣言があってからなかなか出かけるに出かけられなくてつまんないみたいなことをね、なんかこう窮屈な感じがね、世間全体でこうしてますけども、ここはなんとかこらえてね、みんなで足並み揃えて、安倍首相も言ってました通り、なんとか8割、行動量ね、人の流れをこう制限してっていうの、あれはやっぱ一人一人がね、徹底していくしかないですよね、これはね、もう、で、まあなんか今、そのコロナ関連だと、コロナ疎開っていうのが問題になってるらしいですよね。だからその東京から、例えばなんか沖縄の離島にこっそりね、会社の方から自宅待機を命じられたから、せっかくだから旅行に行ったとかいうたわけもんが出てきたりとか、あとなんだっけ、東京の多分新宿とか歌舞伎町あたりのホストかな、なんか百何十人ね、北海道の札幌になんか旅行に行ったとか、バカかって話ですよね。何やってんだよ。そういうことすんなよ。だそういうやつらがね、本当ごくごく一部のそういう勝手なことするやつがいるせいで、結局もう日本全国ね、だもう総緊急事態宣言だ、もう本当外出禁止とかだ、もう文字通り日本丸ごとロックダウンみたいなことやんなきゃどうしようもなくなっちゃうんですよ。だからもう昔から言われてるじゃないですか、じゃあ気をつけましょうね、みんなでちゃんとやりましょうねって、もう口で言って説明してるだけで、その状況でちゃんとやんないと結局ね、許されたこととか、許されてたこととかね、保障されてた権利なんかも全部結局取り上げられちゃうわけでしょ。だから結局自業自得みたいなね、てめえでてめえの首絞める格好になっちゃうんですよ、そういう勝手なことするやつがいるがために。こういうのはね、やっぱね、ちょっと気をつけてもらいたいですよね。だからもう こんなのがね、後立たないようだったら、もうそれこそ例えば本当もう罰則、罰金、ペナルティー課さなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか。ね、本当だったらそんなこと誰だってしたくないし、されたくないはずなんで、ここはね、ちょっとつまんねえとかさ、ね、気晴らしにとか、そんなのみんな一緒なんだからさ、こらえとけよ。どうしても旅行に行きたかったら落ち着いたら行きゃいいじゃん、堂々と好きなところへ好きなだけ。なんでこの大変な状況の中、ね、我慢することができねえのか、全く意味が分かんないよね。でまあその沖縄の離島かなんかに行った姉ちゃんは、おばさんかな、ちょっと分かんないけどね、自宅待機を命じられたね、もうその時点でちょ自宅でおとなしくしててください、2週間はっていう判断なわけでしょ。それがなんで旅行に行こうね、なんか家でじっとしててもつまんねえし、気晴らしい旅行へって発想が意味が分かんないよね。こういうのは本当やめてもらいたいよね。だからそのなんかこうね、コロナ疎開、これはねダメですよ。結局なんかこうね、人の流れをね8割抑え込もうっていう、台無しじゃん。結局東京ね、神奈川、千葉、埼玉、まあ、関東だとその4つですよね。封じ込めになってねえじゃん、じゃあ。足並み揃わないな、なかなかね。とまあそんな状況の中、文句ばっかり言ってもしょうがないんでね、知恵袋の方を見ていきますか。じゃあなんだろうな、いろいろあると思いますが、国内で食べ物が美味しい、と思う都道府県はどこですか。まあ沖縄というよりは北海道か。そうですね、北海道は確かに食べ物美味しいですよね。まあ他にもいろいろあると思いますけど、まあでも単純にね、こう例えば関東、東京のねデパートとかね、催事場とかで物産展とかやると、まあぶっちぎりでやっぱ北海道が売り上げるっていうぐらいだから、やっぱそういう認識なんじゃないですか。いやー、特に海産物、まあ肉もですけど、まあ何食っても外れなかったっていうのがすげえよな、やっぱな。ラーメンが美味しくてね、一晩で僕3杯とか食べましたからね。危険な街だな、ある意味。さてじゃあ次行きましょうかね。皆さんの方はどうでしょうね。で次が、そこでラーメンの話か。ラーメン店のサイドメニューについて質問させていただきます。私の住む関西では、例えば大阪の金龍、なんかあったな、そのなんか座敷みたいな、座敷じゃないな、なんていうの、なんかちょっと見かけたことがある、てか一回入ったことあったかな、
金龍ではキムチサイドメニューというかトッピングかもしれませんが付き物です。本当にラーメン屋か。そんなのあったっけ。違うお店かな。スープに入れて食べる人が多いようですが、私はサイドメニューのつもりで小皿に入れて麺と共に食べます。てかラーメン食いながらキムチ食べる、あんま聞いたことないけどな。ん、そこは大阪ですか。本当に日本かな。で、まあこれは全店舗とは言い切れませんが、和歌山ラーメンの店によってはおでんが置いてあって、牛すじ、これは関東にはあまりないようですが、と一緒に食べるチャーシューたっぷりラーメンを食べたような満足感が得られます。ラーメンで牛すじ、へえ、面白いね。で、また早なれ寿司、なんだこれは。ああ、なんか押し寿司でしたっけ。いや、太巻き寿司、ハーフサイズが多い。ゆで卵そのまま食べるか、人によってラーメンに入れるを置いてるお店も多いですね。これもそのまま和歌山の話か。で、皆さんのお住まいの地域ではどんなサイドメニューがありますか。白飯やチャーハン、餃子など置いてる店は多い、ですが、でしょうが、他にどんな地域特有のサイドメニューがありますか。地域名を示してから教えてください。たくさんの回答をお待ちしています、ってことなんですけどもね。あー、そっか、なんだ、てっきりタイトルだけ見たら、ね、ラーメンのサイドメニュー、どんなものを頼みますかとか、ね、てっきりあのチャーハンと餃子に決まってんだろうって答えてさーっと流せると思ったらちょっと違いましたね。困ったな。その地方独特のやつを要求されちゃったぞ。そんなの思いつかねえな。トップサイドメニュー、まあでも僕はだってその鉄板の頼み方しか基本しないからな。だからメインのラーメンでしょ、でチャーハンじゃないですか、で餃子ですよ。だたまに気分でチャーハンじゃなくて、なんかこうね、王将とか行くと確か天津丼みたいなのもありましたっけ。なんか長谷園の関東風カニ玉みたいなやつ、あんなようなの頼む時もありますけど、変化球で。まあ何せこうラーメン、ご飯ってあの白いご飯じゃなくてチャーハンとかあの類のご飯で餃子、これがまあ基本中の基本ですよね。あとはこれに唐揚げを足すかどうかですかね。その時のあのお腹の空き具合で、食いすぎですかね。まあほとんどもう行かないですけどね。なるほどね。どんなのがありますかね。これはどうしようかな。宿題にするまでもないかな。まあまあ、じゃあ次に行きましょうかね。女性の皆さん、一人でご飯行けますか。いや、今時行くだろ。な、2、30年前だったらそう分かんないですけど。いや、今時だってね、一人で焼肉食べる人用の専門の焼肉屋があるぐらいなんだから。まあ、一人でも入りやすい店ではなく、連れの客が多いとこでも食べに行けますか。ああ、そういうことね。一人でも入りやすい店じゃなくて、連れの客が多いところでも食べに行けます。これ男でも僕でも結構抵抗あるからな。そう、六本木、まあ僕住まわしてもらってるじゃないですか。何が不便って、確かに飲食店すげえあるんですよ。あるんですけど、一人だとね、入りづらい店ばっかなんですよね。まあなんとなくわかりますけど。だから一人でも気軽に入って、飯だけ食ってさーっと帰れる。そういうお店はね、結構探さないとないんですよね。だからって吉牛とかでいいかって言ったら毎回吉牛だとね違うでしょ。なるほどね。そうすると男女問わず場所によってはなんかやっぱりこういう界隈ね、例えばあるんじゃないですかね。一人だと入りにくい。さて、じゃあ次行きましょうかね。俗に言う頭の回転とは何ですか。頭の回転が速いとか遅いとか、まあ要はあれじゃないですか、なんだろう、記憶力とかじゃなくて、要はその決断するスピードですよね。だそれ、その裏付けとして、要は覚えていることを、だから要は引き出し、どこに、そう、よくほら、なんだっけ、なんかだいぶ昔偉い脳科学者だかなんだかあの人が、人ってその記憶してるはしてるらしいですよね。見たもの、聞いたもの、目にしたもの、なんか要は記憶はしてる、脳には焼き付けられてるんだけど、どこにしまったか、その記憶した情報を覚えてられない人がほとんどだから、
あれあなんだっけな、なんかこれ見たことあると思うんだけどちょっとわかんないなみたいなことになるらしいと、なんかそんなことを言ってて、だからそう考えると、だから結局そのどこにどの情報がしまってあるかっていうのをちゃんと把握して、すぐあの引き出し上げて、ほい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 みたいなことができる人が、要は反応速度みたいなことじゃないですかね。だから反射神経にちょっと近いのかな。うん、そうそう、ただ単に覚えてるとかじゃなくて、うん、だからもう判断力ですかね。だからこう来たらこうみたいな、そう来たらああみたいな、うん、そういうこう的確な判断をバン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 やっていけるっていう、だからそのなんか頭の回転早い人、うん、イコールなんか口が達者な人って見えなくもないですけど、ただ要は喋るだけっていうのとちょっと違いますからね。やっぱ、うん、反応速度、だから判断が的確で早いっていう、そういうことなんじゃないですかね。うん、頭の回転ね、僕もね頭の回転早くなりたいなまあもうどうでもいいですけどいやまあいいさ。じゃあ次行きましょうかね。ハンちゃん、あ、またラーメンハンちゃん、あのラーメンとチャーハンとか、そば屋のカツ丼とザルそばセット、天丼とザルそばセットなんて、ご飯にシチューかけて食べるほどにキーは？何を言ってんだ。スパゲティとご飯、ナポリタンとご飯、ラーメンライス、焼きそばとご飯、ザルそばと炊き込みご飯、お好み焼きとご飯、焼きそばパン、ナポリタンドッグなんて崇高な日本人は食べませんよね。全部食うわ何言ってんだこいつ。で補足、もしかしたら大阪の人は食べるかもしれない。あー、お好み定食のこと言ってんのかな。いつか神戸行った時、定食屋で朝の定食がご飯かけうどん小鉢だった。なぜ味噌汁ではなくうどんなんだ。うどんはうどんで食べたいだって。じゃあずっと東京にいればいいんじゃないですかこれ何が言いたいのかさっぱり意味わかんないですよね。へー、ラーメンとチャーハン、これも何、おかしな組み合わせなんだ。へー、普段何食ってんだこいつうるせえよって話ですよね。ラーメンとライスなんて別に普通じゃんね。うん、高校生大学生だったらそんなもんじゃ足らないぐらいだと思いますけど、ナポリタンとご飯はちょっと俺もないな。スパゲティとご飯、これとラーメンとライスとかラーメンとチャーハンは一緒じゃないよな。で、蕎麦屋のカツ丼となんちゃらそばセット、こんなもんいくらでもあるじゃんね普通に。天丼と なんかしらのそばセット、いやそんなの普通にあるじゃんね。ご飯にシチューをかけて食べる、なんか CM でそんなこと、それも結構美味しいよみたいな CM やってませんでしたっけ昔。こいつ何言ってんだろう、これ日本人じゃないんじゃないの崇高な日本人は食べませんよね、だって気持ち悪いなんだこいつ崇高な何が崇高なだよ気色悪いな。なんだ、面白い話かと思ったらなんか最後が台無しだったな。うーん、焼きそばパンなんて普通にあるじゃんね昔から。なんかあの惣菜パンのなんか定番みたいなもんじゃん。何言ってんだこいつまあいいや、じゃあ次行きましょうかね。なんか不愉快な感じで終わっちゃったな。何なんだよまあいいや、鶏むね肉を鶏もも肉に変える能力いくらで買いますか。いらねえいらねえないらねえんだけど、その発想っていうか その発想が面白いな。その発想はちょっとね、金で買えるんならもらいたいぐらいだな。内容はどうでもいいんだけど、鶏むね肉を鶏もも肉に変える、もももものみみみたいな感じ重要な別に胸肉でいいしいや面白いな。でも それを考えたこの人のこの発想はちょっとね、金出して買いたいかなもも ももの実みたいな鶏むね肉がもも肉になるんだっていらねえそんな能力者。まあいいや、じゃあ次行きましょうかね。果てしもなく落ち込んだ時、この言葉があったから乗り越えられたとかあったら教えてください。あー、なるほどね。あー、はい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 。果てしなく落ち込んだ時か。果てしなく落ち込んだ時あったっけ。あー、まあ僕ほら、あれこれ言ったことあったっけ。まあ11年一緒に住んだパートナーがいたことがあったんですよね。うん。まあその人と別れた時、まあ振られたんですけど一方的に別れを告げられたんですが、その時は確かにさすがにへこみましたけど、まあでもそれって別に誰かに何か言われたから乗り越えたとかじゃないし、あー、なんだろうな、あ、これは多分誰にも言ったことなかったかな。僕があのまあ大
まあ高校卒業して、まあ、卒業する進路の時にね、まあ、ここまで話したことあると思うんですよ、ね。親父もおふくろも僕がその高校出たら就職するもんだと仕事するもんだと思ってたらしいんですよね。 でだけど僕は大学行きたいとね。で頼むから入学金と初年度の学費貸してくれっていう話をした。でそしたらお前働くんじゃねえのかよみたいな。まあでも結局ね、まあ要は初年度の授業料と入学金は借りる格好で、まあ、大学行かせてもらったわけですよっていう話、そこまではしたことあったと思うんですけど、まあその後結局ね、僕はあの途中で辞めるんですけど大学をね、うん、バイトにハマっちゃって、ハマってというかなんかこう普通に就職活動するのがバカらしくなっちゃって、まあすげえ勘違いですけどあなんだ金稼ぐってこんなもんかみたいなね、すげえひでえ勘違いをして当時結構世の中舐めてたんでね、うん、そうそうそう。でそうは言いながらも大学を辞めて、しかもその親に無理言って、まあ結局はねその借りたもんは返して、でその後2年目以降の学費は自分でどうにかしたんですけども、まあそれでもさすがにね、なんか一応僕なりに、当時の僕なりにですけど、なんかちょっとしょんぼりしてる時期があったんですよ、うん。で当然ね、親父、おふくろにはちょっとね、なんかくどくど言われたんですけど、親父には別になんかこうね、本当に2、3発ぶん殴られても文句言えねえかなって思ったんですよ。思ったんですけど、何も言われなかったんですよね。何も言われなかったんですよ。うん、で正直なんかこう、ふてくされてて、僕がですよ、なんかふてくされて、しばらくなんかこうね、アホみたいにこう遊びほうけてる、そういう時期あったんですよね。うん、だそんな様子を見てたら、多分ね、僕が親父の立場だったら、てめえこの野郎お前、散々こうね、お願いしますから、親に金借りてまで大学行かしてもらっておきながら、途中でやめて、なんだこのざま、すぐに汗水垂らして、がむしゃらに働き出すかと思いきや、遊びほうけやがって、このバカ野郎ってぶん殴られても、多分文句は言えなかったと思うんですよね。でも、親父が何したかっていうと、別に、そのぶん殴るどころか、なんかこう、ちょっとお前そこに座れみたいな説教をするでもなく、なんかね、なんか、手紙じゃないな。まあ、たまたまなんか、僕がなんかのようで、その、要は実家に引き、ちょっといる時があったんですよ。うん。まあ、すぐまた出てっちゃったんですけど、なんかね、広告の紙を渡されたというか、なんか、テーブルに置いてあったんですよね。あの、ほら、新聞に、折り込み広告あるじゃないですか。あれで、両面印刷じゃなくて、裏が白のやつありますよね。なんか、スーパーのほら、特売のお知らせとかがそういう感じじゃないですか。で、そんなのが置いてあって、なんだこれって、ペッてめくったら、そこにね、なんか書いてあるんですよ。親父から僕へのなんか何かなと思ったら、なんか細かいな、一言一言細かくはさすがに覚えてないんですけど、結構当時そもそも親父がね、僕にそんな手書きのなんかこう手紙をよこすなんてことが、まあ、広告の裏なんですけどそんなことをしてくるっていうのが初めてで、まず考えられなかったんですけど、でしかも別になんか説教っぽいことじゃなくて、ただひたすら励ましてくるんですよね。なんかそう、細かいそのワンフレーズはさすがに覚えてないんですけど、要は最終的に何を言ってたかっていうと、ね、まだ二十歳そこそこで、ね、要は一度や二度失敗したぐらいで、そのなんていうのかな、気にするなと、善と洋々だと、うん、お前のや本当にやりたいことを、うん、真剣にやりたいようにやれみたいな、確かそういうことが書いてあったんですよね。それでさすがにそのなんか半分ふてくされてね、全部自業自得なのに、なんかこう世の中にこう唾吐きながら、まあ要は荒れてたわけですよね。うん、やたらに女遊びに激しくなったりとかね、うん、金遣いも荒くなったりとか、うん、なんかそんな感じだったんですけど、さすがに目が覚めましたね。うん、これはやべえと
あの親父が殴るどころか説教するどころか励ましてきたと。うん、で、しかもそれがね、なぜかね、すごい感動したんですけど、広告の新聞の折り込みのチラシの裏じゃないですか。なんか泣きながらニヤニヤ笑いながらでも身に染みましたね。だから今考えると多分親父もどうしようかって考えたかもしんないじゃないですかね。目の前に座らして説教を垂れるのか、それともいきなり問答無用でぶっ飛ばすか。さてそんなことをしてあのバカが俺の話聞くかなって多分考えたと思うんですよ、親父なりにね。わかんないですよ、裏取ってないんで。うん、今だからそうこそ僕もどういうこと、ね、なんかこういう、ね、どういうプロセスでああいう新聞の折り込みチラシの裏になんか励ましのお便りを書くに結論に至ったのかっていうのもちょっとわかんないですけど、想像するにおそらくね、こうすればあのバカも一応考えてなんか行動を改めるだろう、気持ち入れ替えるだろうっていう親父なりの、まあでもどうだろう、作戦だったっていうとちょっとね、なんか嫌なやつっぽいじゃないですか。まあ純粋に一人の親として、うん、まあ僕一人息子ですからね、うん、なんだろうですよね、やっぱちゃんとして欲しかったんじゃないかなって。うん、いやすいません、ちょっとなんか思い出して、うん、なんか込み上げてくるもんがあったんで口数減っちゃいましたけど、よし大丈夫だ。で、何の話でしたっけこれ。あーそうそう、だ果てしもなく落ち込んだ、まあ落ち込んだっていうのとはちょっと違うんですけどね、中学生とか高校生の頃にね、まあこれはお袋もよく言ってましたけど、まあ反抗期っていう反抗期がなかったらしいんですよ。うん、なのそんな僕がなんか遅れてきた二十歳過ぎてから反抗期みたいな今親父やおふくろなんか当時のその頃の僕をなんかそうやって笑ってなんかこうね、笑ってますけど、うん、そんな、状況だった僕に親父の手紙ですかね。たかが新聞の折り込み広告の裏の裏に書いた、ね、手紙とも言えないようなものかもしれないですけど、ね、僕にとってはもしあれがなかったらもしかしたら分かんない、本当になんか道大きく踏み外して、ね、今仇じゃないそんな世界に行っちゃってたかもしれないですね、うん、でもそうではなく、いやこれはやばい、これは違うって気づいて、まあなんかもうすぐなんだろう、スーツも新しくなんか青山かなんかで買ったんじゃなかったっけかな、ね、なんか別に面白くもなんともない黒の革靴もちゃんと買って、就職活動をバババババって一気に始めて、とりあえずなんか仕事をするみたいな方向に軌道修正することができたのは親父の、まあ、一言ではないけども、まあ、要は前途洋々だと、その程度のことで腐ってんじゃねえよっていう、うん、まあ救われたっていう事実はその通りですね。うん、何の話だろうこんな感じでいいですかそれがね、そんだけね、今思い出してもちょっとグッとこみ上げてくるものがあるのに、その現物がどっか行っちゃってないっていうね。あれどうしたんだっけな。いや、何回か探したんですよ。何回か探したんですけど、いや最近じゃないですよ。ないんですよね。どうしたん、どっかにしまったと思ったんだけどな。うん、わかんない。しまってあるのをこっそりこっぱずかしいもんだから、親父が勝手に処分したんじゃねえかって今ちょっと疑ってんですけど。わかんないけど。うん、まあまあ、そんなね、親父の励ましの言葉があって、今なんだかんだどうにかこうにか、ね、っていうのがあります。そんな感じでいいですか。じゃあ次行っていいですか。なんか誰かしらなんかこういうのってありません？ないかな？どうだろう。だからもう本当そういう意味でも、まあお袋に対してもそうですけど、親父にも頭上がんないですね。うん、さあ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 、じゃあ次行きましょうかね。クリエイティブな
クリエイティブな仕事、なんか久しぶりに聞いたフレーズだな。クリエイティブ職とかってなんかありましたよね、そんなジャンル。一時なんかもてはやされてた。今どうか知んないけど。クリエイティブな仕事をしてる人、勉強してる人に質問です。スランプに陥ったらどうすれば這い上がれますか？はいはいはい。別にクリエイティブじゃなくても何でもいいじゃないですかね。誰だってなんかそういう何やってもね、思い通りにいかないっていう時期絶対ありますよね。でもそれスランプって思ってるからいつまでもスランプなんですよ。別にそのスランプでも何でもなくて、そんなもんは。なんだろうな。もともと、だから要は、あれですよ。なんていうのかな。まあ、ちょっと言い方きついし、やらしいかもしれないですけど、なんかうまくいけ、ね、いって当たり前なんて勘違いするから、そう、だからうまくいかなくて、そう、だから邪魔するもの、ね、なんかこう、ハードルっていうか、障害があってなんぼみたいな。そう。だからうまくいってる状態が普通だって捉えると、ね、うまくいかないときってへこんじゃうじゃないですか。だから違う。うまくいかなくて当たり前、ね。って思っときゃいいんじゃないですか。だからその這い上がるじゃなくて、だからその這い上がってる状態っていうのかな。だからそのなんかなんだかんだこうハードル飛び越え、なんかこうね、谷間を飛び越えみたいな。っていう なんだかんだこうね、汗にまみれて、ね、もがき苦しんでるっていうとちょっと言い方きついですけど、が普通。なんかこう、あれ？なんだこう、ボーナスステージかみたいな。ね、調子、何やっても何言ってもこうね、全部こう、いい結果になって帰ってくるときっていうのも逆にありますよね。ほとんどないですけど。っていうのが、特別なんだと思えば。そう。へこんだところからどうやって這い上がるかじゃなくて、もう常にこう、坂道を上がってる状態。そう。って考えればいいんですよ。だからまあ、とにかくね、手止めず足止めずね、ひたすらやり続けるね、それを当たり前にしてしまえば、そうなんかちょっとやそっとじゃね、なんかこうへこんで立ち止まるなんてことはなくなりますよ。しんどいのがきついのが苦しいのがかったるいのがめんどくさいのが当たり前にすりゃいいんですよね。ただそれだけです。だってできるできないで言ったら、いや、みんなできるんで、でもやらない、みんなやらない言い訳をしてるだけって話はしたことあったと思いますけど、だから、その、きついこと、しんどいこと、めんどくさいのが普通って思えばいいんですよね。じゃあ次行きましょうかね。バイト始めたいです。何やりたいんでしょうね。最近高校生になったばっかりですが、早速バイトがしたいです。コロナのせいでこんな状況ですが、バイトすることは可能でしょうか？できんじゃないですか。ただまあ高校生になったばっかの子にバイト先がね、選びたい放題いっぱいあるかってさ、それはちょっとわかんないですけど、例えばなんか、あれ高校生ってバイクの免許って取れるんでしたっけ？年齢的には OK だけど、高校生やってる人はダメなんでしたっけ？ちょっと忘れちゃいましたけど。例えばなんかほら、デリバリーのね、あ、でも別にバイクいらないよね。チャリとかでもいいもんね。なんかそういうこう配達、デリバリーは今ね、求人、てかもう人足らないらしいですからね。何かしら探せば絶対あると思いますよ。だからほら、街の洋食屋さんとかね、でも今、テイクアウト対応にこう忙しいっていうお店、ポツポツ出てきてますからね。で、1日制のバイトでもな、まあ短期でも何でもいいっていう、いや、あるんじゃないですか、普通に探せば。ちょっと僕、求人誌とか全然もう見なくなっちゃったか分かんないですけど。例えば、コンビニとか、ね、要はなんか、通常よりも、なんかこう、一手間二手間ね、このコロナの対策で、一手間二手間加わるなんていう、そういうお店が多いだろうから、ね、スーパーのレジとか、ね、コンビニのレジとか、まあ、コンビニはレジだけじゃないけど、ね、なんだかんだこう常に募集してるところはあると思いますよ。じゃあ次行きましょうかね。今度はネガティブ系か。生きるのがつまらなさすぎる。なんでだよ。することはあるけど、何一つ楽しいと感じられません。毎日同じことの繰り返しです。どうしたら人生楽しくなりますか？だって。感謝の気持ちが足らねえんだな、こういうやつは。だってすることがあるんでしょ？つまり仕事のことを言ってるんだと思うんですけどね。仕事があるだけラッキーと思いなよ。今、大変なんだぞ、世の中。で、しかもその仕事の中でもね、テレワークに対応できる仕事だったら、なお感謝だよね。
何一つ楽しいと感じられません。それは自分から人生楽しくしていくように動いていかないと無理だぞ。ね、なんかある一つで、なんかよくわかんないけど、もう何から何まで全部自分の人生の 100% 面白おかしくて、ヒャッハーみたいなことに勝手になると思ってんだろう。なるわけねえだろう。何言ってんだよ。自分で楽しくするんだよ。うん。で、じゃあ次行きましょうかね。なんだこれは。ちょっと無駄に長そうだからな。これは飛ばそう。こんな、これもなんかあんま面白くなさそうだから、これも飛ばそう。これは何だろうな。地方で働く、地方に住むことが悪とされる理由って何ですか？何？地方に住むこととか、地方で働いたりするのがなんで悪いことになってるの？そんな設定あった？ちょっと意味わかんねえな。逆に東京に住んでて東京に働いてる人は正しいんですか？いや、その設定がまずわかんねえ。どうした？何偉いんですかって。地方に住んでるやつは負け組と書いてる人を見かけたので。ああ、そういう変なやつがいたのね。ああ、無視しときゃいいんじゃないですか。なんだそれ。知ってる意味がわかんねえな。気になって投稿させていただきました。ああ、なんだろう。なんかもう30年前とかだったらそういうなんか風潮があったような気がしますけども。ねえ。だってもう何年も前から逆じゃないですか。うん。だってね、地方に。だって今もう都会暮らしに飽きちゃってとかくたびれちゃって、ね、地方郊外にね、拠点も移して仕事場も移してみたいな人結構普通にいますよね。うん。大体そんな勝ち負けじゃねえだろ。正しいとか間違ってるじゃないだろ。あるとしたらその人にとって都合がいいか悪いかだけでしょ。うん、なんか、まあ気になる気持ちもわかりますけども、気にしてもしょうがなくね、そんなの。ぶっちゃけどっちでもいいだろう。その人にとって、だからあなたはね、まあどっちだと思ってるのかわかんないですけどね、あなたにとって都合が良ければ、ね、それが正解なんですよ。うん、気にしない気にしない。そんな考えてもしょうがない。うん、次、中学生です。人間に飼われるハムスターの寿命を伸ばしたいという将来の夢ってバカですか？なんで？何の役に立つかちょっとパッと見俺もすぐには思いつかないけど、いやきっとなんかいつかどっかで誰かの役に立つような気がするけど、すごくね、普通に医学生物学のジャンルってことでしょこれ。獣医学とかっていうのかな。中学生でしょ。しかも人間に飼われるハムスターの寿命を伸ばしたいっていう将来の夢、まあ結局それが何かにつながるから、あ、そういうことを考えてると思うんですよね。いや全然立派じゃないですか。うん、いやいいんじゃないですか、ね、そのなんだろう、この文章だけだ、あなたの発言だけ捉えて、え、何それバカじゃねえって思うやつには言わしときゃいいんですよ、そんなね。うん、いや全然頑張ったらいいんじゃないですか。うん、だって普通に人のなんかこう健康とか医療とかに全然応用効きそうじゃんね、そんなことできたら。うん、すげえと思うけどな、普通に。ぜひ頑張ってください。で、次もよくわかんないな。これ本当か？勝手にそう思い込んでるだけじゃないの？なぜ熊本出身はバカにされるのでしょうかって書いてあるんだよね。バカにはされないんじゃないの？熊本出身だからっていうだけでバカになんかされるのかな？補足、熊本の女性はブスで性格悪いとか、全体的に下品で民度が低いとか、掘りたてのジャガイモみたいな女性しかいないとか、ひでえ言い草だな。飲み会でボロクソ言われてショックだったので、気になって投稿させていただいたが多いな、今日。気になるのかな、そんなこと。あ、まあ、こんだけこんなこと言われたらさすがに気になるどころかカチンと言われも思うと思いますけど、そんなこと言ったらね、飛んで埼玉見てくださいよ。あの埼玉のディスりを。まあだから、あんだけね、作品にまでね、こうされてもね、埼玉人って別になんとも思わない人がほとんどなんですよね。あ、そうなんだ。ああ、わかるわかる、なんて逆に楽しんじゃうみたいなね。うん、だから、そういうこと言うやつはね、多分この人が言ってるその飲み会でボロクソ言われたと、ね、熊本の女性に対してああでもないこうでもない言ってきたやつ、かわいそうなやつだなって思っとけばいいんじゃないですか。うん。熊本だろうが、どこだろうね、九州の人、うん、いや別にいいじゃないですか。ね、方言とかなんかその、なんかローカルな、ね、なんか特徴があるっていうのは僕は単純に羨ましいですけどね。逆にそれがないから埼玉はなんかああいう作品にさせられちゃうみたいな。
ね、そんなこと言ったらなんか埼玉ね、なんか日本全国ね、女性はなんか胸が小さい県だみたいな、そんなことまで言われてるんですよ。まあいいんですけど、まあだからこれもね、結局ね、そういうこと言うやつが本当にいたとしてね、そいつがかわいそうなやつだってことですよ、じゃあお前は何なんだよって、お前とお前出身どこなんだよ、お前どこ中じゃないけどさね、逆にあれじゃないですか、バカに仕返してやればいい、まあそれやったら同じレベルになっちゃうか、まあかわいそうだなと思っとけばいいんじゃないですかね。なるほどね、熊本出身ってバカにされちゃうんだ、初めて聞いたけどな。で次、どうやって生きていけばいいのか分かりませんどうした取り柄特技など何もありません。むしろ勉強も運動もできない方。ああ、ここまでは俺と一緒だな。夢もなければ趣味の一つもありません。毎日ただぼーっと過ごすだけ。ある意味贅沢だぞ。精神疾患かっこ強迫性障害で毎日生活に支障だらけ。親友と言える友達もいない。ああ、俺もいないですね。性格もひねくれてると思います。ひねくれてるかどうかは分かんないですけど、変なやつだなっていうのは僕はもう子供の頃から言われてましたね。どうしたら楽しいと思って過ごせるのでしょうか。私はどうしていけばいいのでしょうか。アドバイスや助言がいただけると嬉しいです。どうすればじゃないですね、結局あなたがどうしたいかですよ。だからあなたがどうすんのかですよ。だから何でしょうね、だ結局この人も感謝が足らないですよね。じゃあここに書いてありますよね。ね、どうして生きていけばいいのかわからない。まあ、要は立ち止まってるんですよ。いや、いいんですよ。別にそういう時ある、ね、人によってはそういう時もあるでしょう。そういう時間も必要な人もいると思うんですけども、ね、立ち止まってる、でも生活ができてるってことは前も言いましたけど、今のそのあなた、その状態のあなたを支えてくれてる人が必ず一人二人いるはずでしょ、ね、その人に対してちゃんと感謝してますかってとこですよ。そこが大事なんですよ。いや、そこに目が行くと、ああ、じゃあ、ね、私も僕も俺もうちも、ね、なんかしようって動くね、心、気持ちにならなきゃおかしいですよね。じゃなかったらやっぱ感謝の気持ちが足らないと思うんですよ。いや、いいんですよ。ね、どうしても何も手につかない。ね、疲れた。ね、もう立ってるのもしんどい。わかんないですよ。僕、そういう風になったことないんで。でも、人によってはあるんじゃないですか？わかんないです。ね、この人もなんか精神疾患のね、名前挙げてますけども。毎日の生活にも支障が出ると。じゃあ、その支障が出るあなたを支えてくれてる人はいるんですよね、多分。で、親友と言える友達、こう、よくなんかこう、なんかね、人間関係の話をするときにこの親友がいるとかいないとかって出てきますけど、そんなもんね、普通いないんじゃないですか。僕ちなみにいないし、ね、欲しいとも思わないですけど、逆に。なんかね、これは僕の個人的な見解ね。一般的にどうこうっていうのはちょっと知らないで、知らないし興味もないんですけど、親友ってなんかね、この言葉だけ見ると、なんか うさんくさいっていうか、薄っぺらく感じるんですよね。わかんないですよ。これは僕がなんか、そういう存在がある、いるっていう人を羨んで、そうね、受け取ってるだけかもわかんないですけど、まあいいんですけど、だからね、なんだろう、そのね、夢もない、ね、趣味の一つもない、毎日ただぼーっと過ごしてるだけ、ね、で、なんかメンタルもちょっと今しんどい、ね、生活に支障がある、ね、友達もいない、ね、親友もいない。性格も自分ではなんかあまりいいとも思わない。なんかない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 言ってますけど、何言ってんだと。そんなない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 言ってね、なんかこう、立ち止まってるあなたを支えてくれてる人たちに対してね、感謝の気持ちが足らねえよ。どうやったら楽しいと思って過ごせるか、それはあなた次第だよ。いつかどっかで誰かがなんか楽しい時間を突然なんかプレゼントしてもらえるのか、そんなんじゃねえよ。そんなんで人生良くなるんだったら誰も苦労しねえっつんだよ。私はどうしていけばいいのでしょうか。ではどうしたいかだよ。もうちょっとね、なんかこう、なんかしんどいしんどい、ない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 言ってるだけで、自分とこう、言うほど向き合ってねえんじゃねえのかな。不平不満ね、文句言ってるだけですよ。そうそう。まあだからそういうね、まあ甘えって一言で切ってするのはちょっとかわいそうかもしれないですけど、でもその甘えさせてくれてる人がいるんでしょ、多分そばに。お父さんお母さんかしんない、お兄ちゃんお姉ちゃんかもしんない。わかんないですけど、その人たちをね、なんかこうね、感謝の気持ちがちょっとでもあれば、
そう簡単にこういうことにはならねえと思うんだけどな。うん、さあ、じゃあ次行きましょうかね。お、なんだこれは。あなたを虜にした人はどんな人ですか、だって。へえ。います？あなたを虜にした人。まあ、ご結婚されてる、もしくはもう彼女か彼氏がいるっていう方はね、うん、まあ当然その相手のことになると思いますけど、あれ違うの？そうとも限んねえか。どんな人？これはあの好きな人の惹かれる相手のタイプとかにもなるのかな。でもちょっと違うのは虜にしただからね。うん、まあやっぱなんだろうな。まあこれは別に男女問わずですけどもね、やっぱり自分にできないことをね、言う人、できる人、知ってる人、分かる人、うん、なんかそういう自分とは違うものを持ってる人ってやっぱすげえなって思いますよね。うん、あれそういう話じゃねえのか。虜にした人か、うん、残念ながら今僕シングルなんでね、分かんないです。虜にされてねえや。まあいいんですけど、さて、じゃあ次行きましょうかね。人の嫌なところばかり見てしまってしんどいです。どうしても素直に人を受け入れないでダメなところばかり見てしまいます。ああ、いいところだけ見て、それを人と共有すればいいのに、悪いところをも共有してしまう時があります。そんな性格の悪い自分が大嫌いです。ん？それは性格が悪いことになるのか？そうやってしているうちに周りから私が嫌われてるんじゃないかと不安になることがあります。自分が人のためと思って知っていることも、本当は誰かを知らず知らずのうちに傷つけているかもと疑ってしまいます。自分の行動一つ一つに後悔しています。自分が怖いです。少し気持ちが楽になる方法はないですか、ということで。これはこういうのなんて言うんだっけな。まあ、言ってることは分かるんですね。人の嫌なとこばかり見てしまう。うん。なんか、僕もすげえ、ずいぶん大昔、なんかそういうとこあったかな。人の上げ足を取ったりとか、なんかこう、やたらに人に対して、周りに対してこう攻撃的な時ってあったんですよね、僕にもね。うん。で、まあ、どうしても素直に人、そう、人の話聞かない時ってやっぱありますよね。うん。まあ、なんか、簡単に言うと、とんがってる時っていうのか。うん。そうそうそう。でもなんか気づいたらなんか、ああそうじゃねえよなっていう風になってましたもんね。あれは何がきっかけだったんだろうな。うん、まあでも結局ね、例えば、うん、そうだな。まあそんなあなただとしても今現在がね、ずっとじゃあ死ぬまでそうかっつったら、なんかそうでもないような気がしますよね。いや、まわかんないですよ。中にはそのまんまの人もいるかもしれないですけど。でもね、ここであなたが自分で返したように、なんか そんなこんなだけども、周りから私が嫌われてるんじゃないかと不安になる。まあなんかこれがなんか根っこにあるのかなって。なんか要は自意識過剰なのかな。ね、人にこうよく見られたい。いやでも誰でもそういう願望ってあるじゃないですか。うん。あと、なんだっけ、何大欲求って言ったっけ、人のなんか5つか6つかあるなんか段階的ななんか欲望の話ありましたよね。その中でこう人からなんかこう、しょ、ん？なんて言ったっけな、あれ、なんちゃら承認欲求的な、人に見なんか認められたい、そういう願望ってあるんですよね。うん。だからそれがなんか満たされていなくて、でもなんかそうしてほしいみたいな。うん。なんかそういうのがあって、人からどう見られてるかっていうのはものすごい。うん。なんか自意識、なんか厳しい言い方かもしれないですけど、自意識過剰で自己顕示欲が強い傾向にあるとか、そういうことを言われちゃう感じなのかな。うん。でもなんか結局、あれですよね。人からどう見られてるかとかって、はっきり言ってどうでもいいのかな。うん、どうでもいいってはちょっとおかしいですけど、いや、それは言っても僕だってね、こんな偉そうに言ってますけど、それは嫌われるよりは好かれたいぐらいは思いますよ。思いますけど、じゃあ、ね、そのどっちだったとしても、俺の人生にそう大して関係ねえかなってなんか思っちゃうんですよね。うん。そもそも人にどう思われてるか、人の気持ちなんてこっちでどうなんか好きなようにコントロールなんて普通できないじゃないですか。うん。だからどうすることもできないことに悩んでてもどうしようもなくないですか。なんか時間と労力が無駄かなみたいな。なんだったら金も無駄かなみたいな。うん。だったら自分でどうにかできる、あ、ごめんなさい。自分でコントロールできることに集中した方がいいと思いますけどもね。うん。ね、だから自分が良かれと思ってやったことにが結果的に人を傷つけてることになるかもしれない。そんなこと言ったらね、分かんないじゃないですか。だって、うん、後になってだ、それも結局学習じゃないですかね。うん、
って言いながら結局あなたは自分がこう傷つきたくないからね、そうだからその人になんかどう思われてるかっていうのもつながってくると思いますけど、うん、要はあなたがこう殻に閉じこもっていた、要はそうなんかあれですよね、深い部分で人とつながるのをなんかめんどくさがってるのか怖がってるのか知らないですけど、ね、自分はこう傷つきたくない、でもこう人に私のことを認めてほしい、いやそうはいかないよやっぱ、うん、だからこう結局そのね、相手に対してもなんかこういいところ素直ね、いいとこ完璧な人間なんていないのが当たり前なんだからさ、いいとこもあれば悪い、しかもそのいい悪いじゃなくてあなたにとってその人とあなたにとってっていうことですからね、所詮は、うん、だからその相手のこともね、いいところも悪いところも受け入れられず、ね、相手のことをまるっと受け入れられずね、だけどあなたはこう自分の嫌なところとかは、伏せといて、いいところを受け取って、いや、認めてもらいたいみたいな。うん、そんな都合よくはいかないと思いますけどね。うん、だからね、別にいいじゃないですか。じゃあ仮にありのままのあなたを知った相手がね、あなたに対して脳を突きつけてきたと。ね、そんなね。ね、35億みたいなネタ、なんか懐かしい感じですけど、ね、たった一人、ね、の人間と折り合い、ね、悪くなったところで、どうってことないんですよ、うん、そんなの。次行けばいいんです、次行けば、うん。と思いますけどもね、ちょっと乱暴かな。さて、じゃあ次行きましょうかね。苦しくなるほど、苦しくじゃない、くる、狂うね。苦しくなるほど好きになった人がいますか？だって。ああ。まあだからやっぱあれじゃないですかね。まあ、あるにはあると思いますよ。ね。ね。いいっすよね。好きな人がいるって、それだけでいいと思います。はい、じゃあ次いきますよ。さらっとね。友達からちょっとマスク貸してって言われたらどうしますか？いや、断る！いや、マスク貸し借りしねえし。そんなことするぐらいだったらあげるよ。うん。てか、もらっても困るから断るけど。うん。何、どうした？で、次。次も、なんかマスク話か。コロナにビビってマスクしてる割に、レジ並んでる時とか距離感なく、やたら接近してくるやつって何なんですか？何なんですかね？ああ、はいはいはい。わかるわかるわかる。いや、ほら、コンビニとかスーパーとかでもさ、なんか欧米に習ってじゃないけど、なんか 1.8 メーター、そう、今日僕、なんだっけ、郵便局行って、で、用終わって、なんとなくドンホ、ドンホじゃないか、こっちだと、なんだっけ、ドンキか、ドンキ大手の前通り過ぎたら、なんか店頭の一番ど真ん前の、通路寄りのど真ん前の一番目立つところに、ワゴンセール、ね、いつもやってるんですけど、そこにマスクが大量にバーン放り込んであって、使い捨てマスク、あ、使い捨てじゃない、洗って繰り返し使えるマスクみたいな感じで売ってて、お、これは買った方がいいかなと思って、まあ2個ぐらいね、なんかウーバーのね、ドライバーやってる風の兄ちゃんはなんか20個ぐらいぐわーわしづかみにしてましたけど、洗えるっつーの。まあまあまあ、なかなかね、今日このタイミング逃したら次いつ買えるか分かんないからな。まあしかも向こうは仕事でも使うだろうしね。うん。まあ僕は一応念のため2個ほど買わしてもらいましたけども。うん。確かにね、ほら、レジ並ぶときとか、ね、ちょっと間隔を空けましょう的な、なんか印が床に打ってあったりとか。あとね、その行ったドンキでも、昨日かな。なんかコンビニで、そのレジのところにビニールの透明のシートを下げて、なんかお互いに安全確保のためにこんな風にさせてもらいますみたいな。なんかコンビニの話をテレビでチラッとやってたと思うんですけど、ドンキでもやってましたね。うん。そんな感じだったんですけどね。はいはいはい。なんとなくね、わかる気がしますけど、なんとかみんなで協力してね、乗り越えていかないとあれですもんね。うん。で、次、またコロナ関連か。コロナの影響で、不要不急な外出は控えています。でもなんだか楽しくない日々だよねって、友達と SNS で会話してました。友達の家の庭でバーベキューならやってもいいんじゃないかって話になりました。いいと思いますか？互いに子供がいて、子供同士同じクラス。住んでる県ではコロナ出ていません。出ていますが、住んでる市では出ていません。学校は部活動が休みなだけで、普通に登校していますってことなんですけど。ああ、微妙だな。なんだろう。まあ、タイミング的に、ダメですね。うん。
だから結局外出は控えてるには、あの集まるなっつってんだから気持ちは分かんなくはないですけどね。そうだ、結局こういう人が次から次へと出てくると、うん、ね、やれ窮屈はつまんねえっつっても、ね、1ヶ月我慢しようぜっつってんだから我慢するんだよ、うん、だからもう結局こういう質問をしているっていうことはね、よくはねえんだろうなっていう意識はあるわけでしょ、うん、だからそういうことを控えなさいってことですよ、うん、まあ気持ちはわかりますけどね、これはダメですよ、うん、で次、でなんだろう、これマナー的な話かな。電話の話し方についてだって、電話の話し方について一般的には電話を取った時はもしもしなどですが、電話を終わらせる時の言葉って失礼します以外にどのようなのがありますか。なんだって電話切る時に、うん、そのまま決まってんじゃないですか、うん、じゃあどうも、あ、違う、そう、足が電話出るときは、はいどうもですよ、うん、もしもしじゃないですよ、もすもすもすみたいな、そういう感じで、うん、はいどうもね、で名前はほにゃららですみたいな、うん、だからじゃあまた次回ごきげんよう、そうごきげんようで切りゃいいんですよ、うん、それ以外はそれ以外はちょっとわかんないな、うん、僕だったらそうしますかね、うん、ごきげんようですよじゃあ次いきますよ。キュウリなど食べてるとき、お、俺と一緒だな。咀嚼音がすごくうるさいです。直す方法ありませんか？咀嚼音がうるさいって、あの、くちゃ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 うるせえってことかな。あれって治るの？まあ、意識すれば治るのか。てか、キュウリを食べてるときっていう、その指定がちょっとよくわかんないな。キュウリとかたくあんとかポリポリポリ、あれのこと言ってんのかな？普通なんか咀嚼音がうるさくてとかっていうと、要はくちゃくちゃうるさくてっていう、なんかあのね、いるじゃん、たまにくっちゃ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 切ったね食い方する、あのあれとは違うのかな、ちょっとよくわかんないな、うん、まあもう気をつけるしかないよね、うん、だからもうなんかパートナーとかいればね、なんかその様子見つけたらもうなんかあのボッキレて引っ叩いてみたいな頼んどけばいいんじゃないの、ははははは、うん、そんぐらいしないとね、もう無意識で多分やってると思うからね。うん。まあ誰かに手伝ってもらうっていうのが一番いいんじゃないですか。恥ずかしいかもしれないですけど。次。これ別に恥ずかしいことじゃないと思うけどな。笑い声が大きいのが悩みです。僕なんかもう動画でもうバカ笑いしっぱなしですよね、毎日。すいません。私は高校生ですが、高校に入ってから広々とした部屋、部室の部活に入ったのと、とても仲のいい友達ができたので、毎日のように部室で大笑いしてたら、中学の時より笑い声が大きくなってしまいました。いや、いいじゃんね。中学生、高校生なんで笑ってなんぼだからね。しかも私はもともと引き笑いって何？みたいな。違うな。ちょっとわかんない。ちょっと変わった笑い方、出会う人みんなに変わった笑い方ねって言われてしまうぐらい、じゃあ相当変わってんですよね。もうするので、それで声が大きいとなると相当ひどいなんて自分で思っています。どうやったら改善できるでしょうか？いいよ、変わんなくて。変わった笑い方と大きな声、どちらかだけでも直したいです。小さい声で変わった笑い方をするか、変わった笑い方を、あ、違う、普通の、笑い方はそのままで、小さくするか、でかい声のままあの普通の笑い方にするかってこといや、いいじゃん、そのまんまで。あと、やっぱりそんな笑い方の女は男女どちらにしても嫌ですか？いや、別にどうでもいいんじゃねえ、そんなの。そんなこと言ったら僕なんかどうなるんですか？お前うるせえなって毎日言われなきゃいけないってことですか？それを理由になんかこう、あの嫌われたり振られたりしたらちょっとショックですね。いや、わかんないですけどね。気にしなくていいんじゃないですか、そんな。うん、なるほどね。まあでも女の子か、気になるんでしょうね、うん、さて、じゃあ次、あ、次これ最後にしようかな、これはこの後のあなたゲームやる人です。最近僕もう一個の別の方のチャンネルの方でもね、なんかこのテーマ取り上げたことがあったんですけど、僕の
集まれ動物の森の島の名前を授けてくださいって書いてある。何島の名前って。ちょっとわかんないんだけど、森の名前じゃねえの。島の名前をつける、なんかそんなシーンがあるの。よし、じゃあこれ募集しようか。なんか面白い島の名前。でも動物の森知らない人でもいいですよ。ね。もう僕島持ってるんですけど、僕の島持ってるんですけど、名前がまだないんで、そう。名前考えてほしいんですよね。そうしましょう。これは一応動物の森っていう縛りがあったんですけど、まあ島の名前ね、あなたがこう持ってる島の名前を募集したいね。違うな。うん、まあ島の名前考えてください。え、でもいいか、これお題じゃなくていいな。ということでね、今回は以上になります。ありがとうございました。さて、じゃあ次回、そうだな、確かまだあの県民賞というかライブの方がまだ保留になったまんまですよね。なんかね、なかなかこう気分が乗らないんですよね。次岐阜県でしたっけ。岐阜県か。まあちょっとまだ今のところ予定は未定っていうことで、もしかしたらそうだな、日曜ぐらいにやるかもしれないですけど、ちょっと未定ですかね。うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。